ホーム、学南原田駅は、静岡県富士市原田にある、学南電車学南線の駅である。駅番号は、GD05、島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎は、校内の北側にあり、駅舎とホームの生端をつなぐ校内踏切が、設置されている。駅員は、通勤通学時間帯に配置され、窓口営業時間は、平日7時9時20分と限られている。 また、駅舎内で蕎麦屋が営業している。不要になった貨物ヤードをセレモニーホールに賃貸している。200の完了した最後尾の車両を連結。この後3両は、と離され、関車1両は、機関車により、避難駅へ移動。空車の機関車より2両は、係員の手押しで、200場所まで運ばれる。当駅は、専用線発着のコンテナ貨物。 専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅となっていた。かつてはホームのある線路のほか構内には多くの側線や貨物ホームがあり、日本製紙吉永工場へ専用線が続いていて、コンテナや有害車を用いた製品輸送が行われていた。ただし基本的に、避難駅での取扱いが主であったため、当駅での取扱いは不定期であった。取扱いのある際は、 避難機との間に、区間貨物列車が運転され、同駅の操車場で一本に列車に蘇生された。この区間貨物列車は、避難機の入れ替え用とされていた ED50 軽電気機関車が主に充当されており、同機が本線列車を牽引する機械になっていた。これらの校内側線と施設は2012年3月の貨物取扱休止後に倉庫と一部の線路を除いて、 大部分が撤去された。他にもカスガ製紙への専用線があり、駅構内の側線で、荒川科学工業への火星相談の取り扱いが2000年頃まで行われていた。静岡県統計年間によれば、1日平均の乗降人員は以下の通りである。また、貨物の取り扱い量は以下の通りである。この他に、富士市が運行するデマンドタクシー、ホタル、 かぐやの停車場がある。ありがとうございます。